原爆切手発行問題とは、アメリカ合衆国郵便公社が1995年9月に発行しようとした第二次世界大戦50周年切手の、うち原子爆弾のキノコ雲のデザインをめぐり、日米間で政治問題化したものである。最終的には発行は中止されたが、広島市及び、 長崎市への原爆投下に対する歴史認識の日米間の違いが顕著化したものであった。1994年11月、アスプスは翌年の郵便切手発行計画をデザインと共に発表したが、その中の第二次大戦50周年の記念切手10枚のうちの1枚に原爆のキノコ雲が描かれ、その下に原爆投下が戦争終結を早めた。 アトミック・ボム・ザ・ヘイソン・ザ・エンド・オブ・ウォー・オーガスト1945という文言が入れられていたため、日本側から原爆使用を正当化するものであり全任できるものではないとして反発が起きた。11月30日には日本側の複数の新聞社が批判的に報道したほか、12月2日には当時の村山内閣で外務大臣であった河野洋平が被爆国である 我が国の国民感情から言えば、決していい感じは持たないと不快感を表明し、首相の村山富一も同じような感情を示し、アメリカ側に大使がエコールートを通じて事実上の発行計画変更要請を行った。もっとも、第二次大戦50年の記念切手は、新珠湾攻撃50周年の1991年から、 毎年一回ずつ発行されており、最終的には原爆切手の発行も予見できたはずであった。また、日本政府側も外務省報道官が、アメリカ側の原爆投下が戦争終結を早めたとの主張に理解を示すなど、完全に意思統一していなかったほか、ひたすら遺憾であると繰り返し述べるだけで、不快感の背景にあるアメリカ側の歴史認識に対する姿勢を冷静に、 批判するまでには及ばなかった。当時の広島市長であった平岡隆氏だけが原爆の使用は正しかったとの認識につながる。核兵器の使用は理由を問わず許されないとストレートに批判した。しかし、アメリカでは原爆投下の支持する考えは根強く、2005年の TBS テレビ放送50周年戦後60年特別企画、広島で、 科学者のハロルド・アグニュー博士は、広島訪問の際には二人の被爆者からの謝罪要求を拒否し、思わない恐ろしい兵器の存在が戦争を抑止する、真珠湾を忘れるな、などと完全に正当化しており、ポール・ティベッツも死ぬまでに原爆投下を肯定していた。2009年のキニピアック大学が世論調査によると、アメリカ人の60%が原爆投下を支持していることが分かった。 1995年にスミソニアン博物館が企画した原爆投下機エノラゲート広島、長崎の被爆資料を並べて展示する原爆展は大役軍人らの猛反対で中心になっている。ピーター・カズニック歴史学教授はトルーマンが日本がソ連を介して和平重会を行っていることを意図的に無視したことを批判し、前日の原爆投下工程論は 原爆神話の影響と指摘している。こうした日本側の反発に対し発行計画を決めたアスプスは12月2日に切手の発行計画は諮問機関の検討によって対戦全体の総合的な歴史事象に対し価値判断を加えていないとし原爆投下の事実を省けば怠慢になるので計画通りするとの声明を出した。また、この時点では アメリカ政府がアスプスに政治的配慮をするように迫れば、原爆投下は正当なものであったと主張する退役軍人会や議会の一部から猛烈な反発が予想されるため、決定は変わらないとの観測が強かった。しかし、日本側の反発はエスカレートして行き、大井出春郵政大臣が12月6日の会見で、アメリカがこんな切手を出すなら対抗して、 原爆投下は国際法違反と書いた切手を発行したいところだと発言しアメリカを批判した。そのためアメリカ政府も日本側を無視するわけにはいかず12月7日に大統領報道官が歴史的事実ではあるが別の適切な表現方法があったとする趣旨の発言をし発行計画に反対であると表明した。またアメリカ政府は 日米関係の重要性からアスプスに再考を促し、最終的に12月8日にこれ以上の問題を拡大しないためとして、原爆切手デザインが不適切であったとして、発行計画が破棄され、代案として日本降伏を発表するトリューマン大統領のデザインに変更された。日本側もこれを評価し自体は収集された。日本側の反発は感情的なものに終始したが、 一番の問題は、原爆投下の事実を示す、キノコ雲ではなく、原爆投下が、戦争終結を早めたとする、アメリカ側の歴史認識ではなかっただろうかとの指摘がある。この原爆投下はアメリカでは、1945年の、あの時点で戦争が終結していなければ、日本本土上陸作戦が実行され、アメリカ軍将兵100万人の命が奪われていたと、主張され、 やむを得なかったとされている。しかし、この歴史認識に対しては、日本側からは原爆による死傷者数とバランスを取るために被害を相当誇張しすぎているとしているほか、むしろドイツが降伏し、ソ連の対日戦への参戦が早まったため、戦争終結後の世界のアメリカによる主導権確保のために、原子爆弾の実戦使用が必要であったからとの意見もある。 またアメリカ側の原爆投下が戦争終結を早めたとの歴史認識への反発を切手のデザインが不適切であったとして問題をすり替えており日米間の議論は終始一貫して噛み合っていなかったとも指摘されている。もっともこの構造は日本による太平洋戦争を自衛のための戦争であった侵略戦争であったとの意見対立に類似しているため感情論を廃止 客観的に歴史認識を行うまでには至っていない問題であると言える。国連郵政が発行したキノコグモの切手、アメリカでは一部の民間業者がアメリカ政府を批判するために原爆切手のデザインを使ったラベルを制作して販売した。さらには、広島へ原爆投下した爆撃機エノラゲーを加えたデザインまで制作した業者もいた。なお、 原爆のキノコグモをデザインした切手は、国際連合やユーゴスラビアなど、いくつか発行されているが、いずれも、半角平和がテーマとされている。これと似たように、ウルトラセブン第12は、優勢より愛を込めてに登場した、スペルボシ人は被爆者を連想させたものとして、東京都原爆被害者団体協議会から、つぶらやプロダクションに抗議があった。ありがとうございます。